ドミンゴス・アントニオ・ダギアは、ブラジル・リオデジャネイロ出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。1929年、バングー AC でデビューした。バングーでは、チームのキープレイヤーとなり、1931年、1932年と、リオブランコカップを連覇した。しかしバングーでは、しばしば人種差別を受けることもあった。1933年に、 ナショナルモンテビデオに加入し、同年国内リーグを制覇した。その後 CR バスコダガマを経て1935年にアルゼンチンのボカジュニアーズへ入団。ボカでも加入年にリーグ優勝を果たした。1937年から1943年までは CR フラメンゴでプレーフラメンゴ時代にはサンドリオデジャネロ終戦試験で優勝した。 その後に所属したコリンチャンスでもロカカップを獲得。1948年にフルスバングーで現役引退した。ブラジル代表としても30キャップを誇り、1938フィーファワールドカップでも活躍した。1974フィーファワールドカップに招集されたサッカー選手である息子アデミール・ダギアもバングーでプロデビューしている。ありがとうございます。